軌道投入を行った国軌道投入能力を保有する国、また開発している国この項目は各国発の軌道投入の年表である。多くの国が衛星の製造を行っているが2015年時点では10カ国が独自のローンチビークルを使って地球周回軌道以上の軌道へ物体を送り込む能力を開発した。加えてソビエト連邦の崩壊後、 ロシアとウクライナの2国は衛星製造と打ち上げ能力を継承している。ロシアは国内とカザフスタンの宇宙基地からロケットを打ち上げており、ウクライナはロシアかカザフスタンの施設からロケットを打ち上げている。欧州統合開発のアリアン計画の前にフランスとイギリスは独自に衛星の打ち上げ能力を得ておりそれぞれアルジェリアとオーストラリアから衛星を打ち上げている。 2015年9カ国と1個国際機関が実績のある独自の衛星打ち上げ能力を保有しており、イギリスはかつて独自に衛星打ち上げ能力を保有していた。独立した有人宇宙飛行を行ったのはソ連、アメリカ、中国の3カ国であり、有人飛行に先立って無人の打ち上げ能力を得ている。最初の衛星を打ち上げるための競争はソ連と アメリカ合衆国の間で行われ、これは宇宙開発競争の発端となった。衛星の打ち上げは国家の威新に貢献し、コストと信頼性を、訴求点とした官民のロケットシステム開発競争を、含め重要な経済活動でとなっている。スプートニク1号の模型、1957年にソビエト連邦が軌道投入した、史上初の人工衛星上キリストは、 各国、各組織の独自開発の打ち上げ機による軌道投入である。以下のような異なる基準も存在する。いくつかの国では独自開発ではない、打ち上げ機によって自国の宇宙基地から軌道投入した例がある。その他多くの国が独自の衛星を他国のロケットで打ち上げている。例として、1962年4月に米国のロケットで米国が製造した。 人工衛星アリエル1号を打ち上げ、これを英国が所有、運用している。1962年9月には、カナダの衛星として、アルエット1号が、米国のロケットで打ち上げられている。しかし、アリエル1号と異なりアルエット1号はカナダが、設計、製造している。ありがとうございます。